建築設計者頑張れラジオ。今日のテーマはデジタルウェルビーイング。まあなんか横文字一個でテーマにするのもどうかなと思ったんですが、久しぶりに撮ろうと思ったらなんかいろいろと話したいことがあれこれ出てきて、まあ、全部くっつけて一個のタイトルにしてもいいんですが、まあタイトルはタイトルなのでちょっと簡単なものを置いてみたというところです。前回のこの一連の3本まとめて撮ったんですけど、それらをアップロードしたのが2022年の8月で、今私がこれを撮ってるのが2024年の7月ということで、2年ぐらい何もしていないという状態で、なんでまた新ネタを撮ろうと思ったかと言いますと、実はリクエストをいただきまして、それもですね、こういうのって不思議なもので、アップロードしてから2年間の間に、まあ、アップしてすぐぐらいの時にコメントとか寄せてくださった方はいるんですけど、まあ、それからとんと何にもなかったんですよ。で、まあ、実際、再生回数も、まあ、数百回というところで、まあまあ、ちょうどいいぐらいかなと思ったんです。初回の時も、そんなような話をした記憶があるんですけど、こういう、とつとつと喋っているようなものを、数百人の前でやるっていうのは、ちょっとまあ普通の人にはなかなか考えられないことなので、そういう意味では時間はそれぞれであっても、それだけの数の方が聞きに来てくれるって、すごいことなんですよね。で、それが、まあアナリティクスとか見ればわかるはわかるんですけど、まあ少しずつ必要な時があってアクセスしてくれる人がいてありがたいなというぐらいの気持ちでいたんですけど、ここ最近なんか突然いろんな方からあれは続きないんですかっていうお話をいただきまして、まあこういうのって来る時は来るっていうやつですけど、まあ、たまたまといえばたまたまですけど、ただ、まあ、もうちょっとコンピューテーショナルデザインっぽいこと言うと、乱数ってそういうことみたいな話で、乱数、ランダムで作ると、均等に出目が出るっていうことは特になくて、むしろ出るときと出ないときは偏って当たり前なんですよ。なので、まあ、こういう反応もいろんな行動をしていって、あ、そうだって言ってその話をしてくださる方とか、まあ、たまたまね、なんかこう、お会いできるタイミングがあって、その時に実はっておっしゃってくださる方もいて、で、そういう機会が、まあ今までに比べると密にあるっていうのは、まあそりゃそうだっていう話なんですけど、やっぱり嬉しい。で、まあ、リクエストをいただけるってすごいやっぱりモチベーションになるので、実際論文があるんですよね。応援をする人は、応援を受け取る人の反応を過小評価するっていう論文なんですけど、つまり、まあ例えば飲食店に行って、帰りがけに美味しかったですとか、あと何かパフォーマンスを見てすごいですねっ
ていう感想って、まあなんかちょっとあまりにも月並みなことだと、これ言って意味あんのかなみたいに思ってしまいがちですけど、言われた方は全くそんなことなくて、やっぱり嬉しいし、とても励みになるんですよね。漫画とか読んでる、週刊誌で漫画読んでると、こう最終ページの、こう欄外のところに何々先生に励ましのお便りをみたいなのが、どうだろう、最近週刊誌読まないからわかんないですけど、まあ昔よくあって、あれって本当なんだなって思いましたし、実際そういうものらしくって。だから、まあ、本当ちょっとしたことですけど、本当に美味しかったですとか、また来ますとか、すごいいい気分になれたんで良かったですとか、そういうようなことって、あんまりこう、わざわざ言ってもねって思っちゃいがちですけど、実はすごい効果あるっていうことらしいんですよね。実際、数百っていうことは、まあ、私の知り合い、知ってる人から、まあ、そんなに遠くまでは行ってない証拠で、私が今までなんか撮った動画とか、なんとか、まあ見てくださった方の数が、体感的に1000を超えると、やっぱり私の知り合いを離れて遠いところまで、その見てくださる方の輪が広がった感じがあるし、まあ大体その低評価とかがつき始めるのもその辺っていう感覚ありますし、あとまあ思ってたのとだいぶ違う角度からコメントいただいたりするようなのもその辺からかななんて思ったりもします。まあ実はこのチャンネルもその高評価ばかりではなくって、ただそれはそれで、なんというのか、ああ、届いてんだなーっていう手触りをすごい感じますね。だから、ハウトゥー系の動画、その、例えば、いわゆる役に立つ情報を喋ってるもので、まあ、低評価っていうのはなんかこう、まあ、改善点があるとか、まあ、その方から見るとちょっと違うことを言ってるとか、まあ、そういう話なんだと、思いますけど、こういうタイプの話は役に立つとかどうとかっていう話よりは、まあなんて言うんでしょうね、ちょっとこう、まあゆっくりお話でもしましょうよみたいなことをやろうとしているので、まあそこでこう聞いてみて、そうじゃなかった、違ったとか、なんかすごい言いたいこと出てきちゃったとかいう形、方々がそういう表現をされているのかもなとか、まあ、いろいろ思いつつ、そっかと、あ、なんかいろんな形で届いてるなという意味では、ああ、回数だけじゃわかんないというか、回数って本当にわかりやすそうで、まあ、回数ってだけでは見えないものもたくさんあるなという気にさせられますね。だからこういうところ、まあ、こういうコンテンツ出し方とか中身とか、まあ、私自身がそのどれだけ多くの方々の認知を得ているかとかも関係するんでしょうけど、そういうところで仮に何十万ビューとかいけると、それってなんかすごい実力があることの証明みたいで、あ、そうなれたらかっこいいなと思ってましたし、今でもちょっとは思いますけれど、まあそれよりは、このぐらいのテンポの話ができる世界で平和に生きていきたいなというようなことも、なんかすごく思うようになりました。端的に言ってそういうのって、まあ、その、年齢を重ねて思うことっていう気もすごくします。私は43歳になって、まあ、40代も中盤戦ぐらいなので、
まあやっぱりこう、こう、うん、他の人がどうかはよくわかりませんけど、私の場合、まあ、やっぱ物事の基準が10代とか20代の頃にできたものをそのまま使ってるような部分ってまだ結構あったりしてですね。なんかこう、お腹いっぱい食べたい時のご飯のチョイスとかですね。休日たまたま何もしなくていい時間があった時の時間の過ごし方とかですね。なんかそういうのがすごいこう、なんですかね、こう、大盛りのラーメンにライスをつけたいとか、ジャンプ読んでポテチを食べながらゴロゴロしたいとかですね。なんかそんなようなところから変わってない部分があったんですけど、最近は全然、なんか、そういうのをアップデートしないとあまりにもこう、気持ち的にはそこと地続きのつもりでいるし、まあ実際体としてはね、その頃と同じハードに乗ってるつもりですけど、まあ、ちょっとこう、ファームウェアを更新してもいいんじゃないかみたいなことを思うようになりまして。まあだから、昔、若い頃っていう言い方はまああんまりちょっといろんなニュアンスがつくのであれですけど、まあその体力もあって、でもむしろその頃、その自分のやりたいことの後ろ盾になってくれるものを自分ではまだ持ってないと感じてて、でそういう時にこう何かで力を証明するっていうことは、なんかやってできたっていう感覚にすごいつながりそうで、そういうのを目指してみたい、それができるアイディアとか体力あるって自信が持ててた時があって、一方でまあいろいろ仕事の幅が増えて、でまあ家族の形も変わっていってとかなると、まあそればっかりいてもないというか、どーんと大きなことじゃなくてもちびちびやっていく形もいいし、逆にその立場でやっていいと言われているんだったらありがたくちょぼちょぼやっていこうかなみたいなことを思ったりもするようになりました。で、それがまあその年齢っていうファクター以外に何かから来たかっていうと、アナーキズムっていう考え方を知ったからかなという気もしています。アナーキズム、まあいわゆるその無政府主義と訳されるのが、まあ元々というか、まあ、少し前までのアナーキズムという言葉のあり方で、まあ、アナーキー・イン・ザ・ UK とかなんかそういう曲に出てきたりするようなアナーキズムっていうのは、結構そういうちょっとこう衝動的とは限らないのかな、まあでも結構まあ反骨精神的な部分というか、それで実際にその今ある政府を打ち倒そうみたいなことで、まあ、政府は嫌だから代わりの何かを自分たちでやっていこうっていうような話だったかなと思うんですけど、そういうのじゃないアナーキズムがあるんじゃないっていう話が最近あると、でそういうことを論じる人たちが出てきている。その一番最初に私がその考え方に触れたのは、ブレイディ・ミカコさんの他者の靴を履くアナーキック・エンパシーのすすめという本の中で、で、この本、
自体が非常に幅広く、そのアナーキズムと、あと、まあ、エンパシーっていう、その、シンパシーっていうのは同情なんですけど、その、エンパシーっていう、まあ、他人の気持ちをただ分かるよっていうだけじゃなくて、その人の中に入り込むほどの勢いで、その人のことに共感し、同調し、理解するっていうような態度を、例えばイギリスでは初等中等教育の中で授業で扱ってたりするよというような話も含めて、で、他者の靴を履くっていうのは、他の人の靴、例えばなんかそういう経験が終わりかどうかわかんないんですけど、飲み会とかに行って、掘りごたつの部屋とか、お座敷とかに行って、で、お手洗いの時に靴履こうと思って、パッて履いたら他の人の靴だったっていうことがある方、私はあるんですけど、まあまあ、平均的なサイズの靴を履いているので、で、また、割とこう、サラリーマンの靴って似てるので、なんか履いてあれ違うぞ、みたいな、とあるんですけど、それ本当履いてみないとわかんない。ですよね、パッと見同じだから間違えたわけで、まあ、っていうようなその感覚を得るということで、その他者の靴を履く、これは格言らしいんですけど、そういうことがタイトルにも挙げられている。で、この本の中で取り上げられている人たくさんいるんですけど、まあ、その中の一人がジェームス・C・スコットという人で、この人が少し前、2017年に実践日々のアナーキズム、世界に抗う土着の秩序の作り方という本を書かれています。この本の中にはっきり書かれているんですけど、ちょっと引用すると、本当はもっと早く気づくべきだったのだが、成功した主な革命は実質的には全てが打ち倒した国家よりもさらに強権的な国家を創出して終わるということがようやく分かってきた。革命が作り出した国家は、本来それが奉仕すべきとされていた住民からより多くの資源を絞り取り、より強力に人民を支配した。という、まあ実際その革命が起きて革命政府というのができたら、状況は変わったかというと、変わったんだけど、悪い方向に変わってしまったという事例ばかりじゃないかと。で、だとすると、じゃあアナーキズムは失敗の塊なのだから、そんなものから何か学んでもしょうがないじゃんっていう話になりそうなんですけれど、そうでもないんじゃないという話を、展開しているのが、このプレーリー・ミカコさんであり、ジェームス・C・スコットの本であり、で、さらにもう一冊挙げるとすると、村松圭一郎さん、ごめんなさい、松村圭一郎さんという方の、暮らしのアナーキズムという本です。この本は、すでにある暮らしの中にアナーキズムを取り入れる。つまり革命家になるとかじゃなくて、自分たちの今ある暮らしのシステム。それはまあ自分が持っているものもそうですし、自分が所属しているいろいろな、まあ主には国家ですけど、の既存の体制というのを利用して、その中でちょっとアナーキズムするということです。で、これはなんでそういう話になるのかというと、実は今ある、その、例えば、
国家があってシステムがあって、例えば企業があってシステムがあって、でその中に私たちの暮らしが、まあ、規定されてて、ルールがあってその通りに暮らすみたいな話が、なんかこう当たり前のように思われていますよね。学校なら学校のルール、会社なら会社のルール、自治体には自治体の、国には国の、マンションにはマンションのルールがあると。ただ、そういうルールって何してるかというと、それってこう私たちのためにあるものと聞かされてはいるけれど、なんか私たち取られてばっかりじゃない。で、このシステムは嫌だって思う部分って必ずどっかにありますよね。で、そういう部分でも、いや、ルールだからダメって言うのは制度の側なんですけど、でも、まあまあ、いいじゃんって言って、うまくこう、その中でも融通を聞かせてくれる人って中にはいますよね。そういう人はまあ、頼りになる人でもあり、まあ、ルール的にはちょっとした問題児なのかもしれないんですけど、でもですよと。ルールは何のためにあるかっていうと、ルールがなければ混乱してみんな争い事が絶えない状態になってしまう。それは嫌でしょう。だからこういうルールによって、まあ、ある種一部自由を制限するんですっていう話は、なんとなくこう社会科とかで習う話ですけれど、実際本当にそうかっていうのは結構議論の余地があるようで、人間の社会がそういうふうにできたかっていうのも、そういうふうに言う人もいるけど違うんじゃないっていう人もいると。で、この暮らしのアナキズムという本の中で展開されているのは、例えば災害が起きた時に政府が何かしようと思っても現地に行けないとか、正確な情報がないのでいろいろな制度とか支援がたどり着かないということはあるわけですよね。その時にルールっていうのは上から与えられるものではなくて、その時自分たちがどうするっていうことになるわけですけど、じゃあその時になんかとてもひどいことが起きてるかっていうと、あまりそういう話聞きませんよね。その時はその現地現地で助け合ってやり取りをしてやっていく。で、それというのはつまり私たちが利己、自分のためだけに行動してるわけじゃなくて、利、他人のため、他人を利するためにも動いているからだよねっていう話になるわけなんですね。で、そういう利他をするためにルールをちょっとすり抜けたりこじ開けたり、この本の言葉を借りればささやかな抵抗の場を見出し隙間をこじ開けていく、そんな動きが必要になる。国家なき場所は国家から逃れた先にあるだけでなく、国家の中に新たに作り出される。そんなある種のアナキズムがずっと歴史を動かしてきたということなんです。だから気に入らないからって言ってルールを全否定するとまたゼロから作ることになる。それが既存のシステムに勝てるかっていうとなかなかそうはいかないんですよね。だったら今あるものは OK なら OK で、そうじゃない場合はそこだけちょっとアナーキズムっていうあり方がいろんな場所から学べる態度なんじゃないかということみたいです。こんなことも書かれてました。
互いの苦しさから身を守るために隣の人と一緒にサボタージュする、動きを止める、それがより良きに向けた抵抗の渦を生み出す。こういうのを聞くとですね、私は一応そのデジタルをやってる人間ということなので、まあ、いわゆるこう生産性とか作業効率とかそういうようなことと、まあ切っても切れない位置にいる人間ではあるんですけど、一方でこのサボタージュという言葉にもなんかすごい魅力をどうしても感じてしまうんですよね。この本の中で引用されてて、これもいいなと思ったんですけど、花森康二さんという方の火を灯す言葉というところから引用されていて、内閣はなくても暮らしはやめられない、僕らの暮らしは結局僕らが守るより他にないのですっていうふうに書かれていて、そうなんですよね。結局ルールが何を言っていようと、自分の暮らし、自分のやり方は自分で守っていかないといけない。まあもちろんそれをより良い環境でサポートしてくるという権利はね、当然あると思いますけど、それをやっていく上でやっちゃおうぜっていうようなこうノリというか上昇気流というか、まあ、そういう、うん、私これを喋るときにどうしてもこれよりいい言葉が思いつかないんでこれを使うんですけど、バイブスを共有することってなんかすごく意味があるけど、いわゆる生産性とかイノベーションっていう枠だともうちょっと入ってくるんですけど、まあでもだからといってね、バイブスでイノベーションっていうのもちょっとなかなかそれだけじゃ解決しない話でもあって、そもそも設計者という人はどうしても働きすぎちゃうということを捉えて書かれた論文があります。働きすぎる建築士とその労働世界というタイトルの論文で、労働社会学研究というジャーナルに投稿された論文です。設計士という人たちは、まあ、自分たちの仕事が自己実現とかなり直線的につながっていると考えている。お金のためというのはもちろんあるんですけど、より良いものを作りたいというクリエイティブな欲求と、クライアントの希望に応えたいという愛他的精神、他人を愛すると書いて愛他なんですけど、愛他的精神とが両輪となって彼らを駆動していくという事例が確認できたと書かれているんです。で、そういう人たち、つまり仕事を一生懸命やるということが、まあ、自己実現にもなり、他の人のため、それも結構名前も顔も性格もありあり思い浮かんじゃうぐらい近しいクライアントのためと思ってやるけど、それをまあ今の世の中やりすぎるなっていう話だったりするんですよね。デジタルウェルビーイングってタイトルに挙げましたけど、このキーワードはコロナ禍のリモートワークの時にすごく言われたキーワードで、一部の人がリモートワークになった時に
やりすぎて燃え尽きやすいと、バーンアウトっていうふうに英語で言う状況、やめ時がわからなくなってずっと働いてしまうという現象とか、まあ、その他の座りっぱなしによる健康被害とかいろんなことも含めて、デジタル環境で健康に働くってなんだろうねっていうトピックを取り扱うための言葉だと理解しているんですけど、設計者って、まあ、こういうタイプの人で、そのために何とかしたいと頑張る人で、でそういう人たちが特にそのデジタル環境、オンライン環境で働こうと思った時に、例えば分からない時に助けてほしいんだけど、それが難しい状況ってあったりとかね。そもそも何が分かんないのかきちんと言葉にして質問にまとめるって結構スキルがいるんですよね。何が分かんないのか分かんないということは、始めたてのことにはあるのが当然で。だからこそとりあえず突っ込んでっていいっていう時間と関係性作りが大事で、まあ私も管理職なんでそういうことをやんなきゃいけない立場で、で本当に自分を振り返ると、いやーちょっとずつ改善してると思いたいけどどうかな、できてないところもいっぱいあるなって自分で思うので、これは本当に私完璧なんで全く思ってなくて、こういうの難しいですよね、わかりますっていうタイプの話なんですけど、で実際まあオンラインを便利に使っていきたいと思っている立場ではあるんですけど、ただやっぱり雑談をするとか、まあ何らか同じ空間にいるということをある程度はやる必要が絶対的にあるなっていうのは、なんかちょっとこうデジタルの時代、解雇主義っぽくて嫌だなって思ってた時もあるんですけど、そういうことでもないらしいんですよね。人間は他の人が同じ空間にいると、その人と心拍数が同期するっていう現象が起きることがあるらしいんですね。だからこう気が合う、話が合うみたいなことが起きることがあると、このデジタルウェルビーイングの文脈でも言われることは、人間は他の人が絶対的に必要だということらしいです。だからどういうミックスでやろうと、人には必ず他の人が必要で、その人と、まあ、それがもし特にプロジェクトとかで関わるようなチームメイトだったりすれば、なおのこと、ある程度まで同じ空間にいるということのインパクトは私たちが多分思うよりずっと大きいし、まあ、そこで言葉のフィードバックをするということは、最初にもちょっとお話ししたみたいに思ってる以上の効果があるし、ちょっとゆとりの時間があるということは、今の生産性主義的な働き方の世界においては、なんかすごくこう正当化しにくい話みたいになっちゃってますけど、でも私が会社入った頃の先輩たちの話とかを聞いてると、まあ今みたいにパチパチにこうギチギチに予定組んで働いている人はそれはいたでしょうけど、いろんな人いましたっていう話ばっかり聞こえてくるんですよね。だからそういうような
まあ、ゆとりって言ってしまえばそれまでかもしれませんけど、もう少し言葉を変えてみるなら、選択肢があって、でその選択肢の中には人と一緒にいることも距離を取れることも含まれている。で、多分私たちにとって結構大事なガソリンになるもの、ガソリン車だとしてね、ガソリンになるもの、バッテリーになるものというのは、そういう選択肢によっての裁量、時間的な裁量とか内容的な裁量、自分がそれを決められるということで、それで試してみようと思える環境があって、実際に試せること必要だと思えば距離を取れることということなのかなと。そのジェームス・スコットの他の著作にゾニアという本があって、これはいかに政府から距離を取って暮らせるかということを市場としている集落がいっぱいあるよっていう話を取り上げてるんですけど、こういう距離感っていうのもアナーキズムにとってはすごく重要なキーワードらしいです。なので、まあその適切な距離感とかバクッと言っちゃうと、それはそうだよっていう話なんですけど、ただこういうちょっと遠回りをしてその話を考えてみると、なんとなくこう感覚として持ってたものが自分だけじゃないという気もするし、トピックとしてそれを取り扱って研究をしている人もいて、でそれをキーワードにすることで共感が埋めたりして、だったらそのためにちょっとこの辺はうまいことやりましょうよみたいなことができたりするっていう、そういう言葉が今のアナーキズムという言葉には込められているコンテクストがあって、でそういう話がデジタルの世界と関わる人たちにとってのウェルビーイングにつながるといいなっていうことを思っています。なんか今回は久しぶりに喋ったらいろいろ話したいことが出てきて、てんこ盛りになったし、キーワードも書籍も音声コンテンツの割にはなんかバカバカ出してしまったので、何だったっけみたいになるかもしれませんが、まあまあ、アウトラインだけでも、なんとなく、沿って聞いていただけてたら嬉しいなと思います。このチャンネルでは、建築設計に関わる人や、その周辺の人向けに、聞いたら少し元気になるかもしれない話題について話していきます。あまり深い専門知識の話はしませんので、興味のある方や学生の方も聞いていっていただければ幸いです。次をいつ撮るかはまだ決めてないんですけど、まあ、そのうち撮りますので、またその時はよろしくお願いします。ありがとうございました。